今回紹介するのは「ストーリー思考で奇跡が起きる」という本です。世の中の多くの人が成功しないのはなぜでしょう奇跡を待ち望んでいても何も起きないのはなぜでしょうその答えは奇跡を起こすための仕組みを知らないからです。これまでのの自己啓発本の多くが、 結果が出せない原因は主に内容の是非ではなく読み手が行動しない成功者の記録過去の出来事を羅列した自伝になっているということがよく言われるかと思いますあえて傷言い方にすると行動する気にさせるものではない成功者の武勇談過去の自慢話と言えのではないションカ一言で言うとつまらない人生を 楽しむための成功本がちっとも楽しくないこの本はその根本的な問題を一刀両断してくれます人はこれまでのそしてこれからの経験は一人一人異なります価値観が異なれ成功とするゴールも異なります誰一人として同じ人はいないと言えると思いますその問題を見据え解決策を提示してくれています人生を映画に。 自身を作品の主人公を見立てそのストーリーを制作しそれを展開させていく方法を脳の仕組みを踏まえ具体的に教えてくれます旅好きの方には旅行のしおりをゲーム好きには RPG を作ろうということになるのではないかとどうでしょうワクワクして奇践かこれなら自分のゴールを設定し試行錯誤しながら 達成していくのが楽しくなるのではなしでしょうかそれが時には困難なことに遭遇するとしても以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします